テイラークラフトはアメリカ合衆国の軽飛行機メーカーである。1935年にクラレンス・ギルバート・テイラーによって設立された。1926年にアメリカ合衆国に移民した両親のもとに生まれたイギリス人航空機技術者クラレンス・ギルバート・テイラーとその弟のゴードン・テイラーがニューヨーク州ロチェスターでテイラー・ブラザーズ・エアクラフト・コーポレーションを設立した。 テイラー兄弟は最初の製品としてチャミーと呼ばれる二人乗りの小型機を1機4000ドルで販売したが、これは6機のみ製造された。1928年に航空機事故でゴードン・テイラーが亡くなった後、ギルバート・テイラーは工場をペンシルベニア州ブラッドフォードに移転した。この時、ブラッドフォードでの新工場設立の出資者の一人が、 後にパイパーエアクラフトのオーナーとなる実業家のウィリアム T ・パイパーであった。テイラーは新型機として株と呼ばれる小型機の開発を進めており、1930年9月12日に初飛行に成功したが、テイラーの会社は資金難に陥り一度倒産してしまった。このためパイパーが出資して新たにテイラーエアクラフト、カンパニーとして、 再出発し、パイパーも役員兼管在人となった。テイラーエアクラフトは株を改良しながら生産を続けたが再度経営難となり、またテイラーの病気療養中に、パイパーの命令で別の若い技術者であったウォルター邪ニ乳が株の設計改良を行い、復帰したテイラーが邪ニ乳を解雇しようとしたことなどから二人の中は険悪になり、最終的に株の製造権はパイパーが、 ペンシルベニア州ロックヘブンに設立した新会社であるパイパーエアクラフトに移ってしまった。パイパーエアクラフトはこの後、ジャモニューの改良により J-2、J-3 として知られるパイパー株シリーズを成功させたが、テイラー自身は株より優れた飛行機を作ると近い、パイパーと別れ1935年に再度自身の新会社としてテイラーエアクラフトを立ち上げた。 新たな出資者を探していたテイラーは1936年にオハイオ州アライアンスに工場を移転した。アライアンス氏が以前別のメーカーが服用機を製造していた工場を半年間無料で貸し、その後良ければ4万8千ドルで買わないかと持ちかけて来たためであった。テイラーはここで新しいパートナー、ウィリアム C ・ヤングと共にテイラー・ヤング・エア・プレーン・コーポレーションとして 活動を始めた。1938年には、イギリスの子会社として、テイラークラフトエアラプレーンズイングランドが設立され、1939年には、テイラー・ヤングエアプレーンは、テイラークラフトに社名を変更した。第二次世界大戦中、テイラークラフトの製造した L-2 グラスホッパーはライバル社となった、パイパーの L-4 グラスホッパーとともに、 アメリカ陸軍航空軍の観測機、連絡機として運用され、また英国市会社のテイラークラフトエアロプレーンズが製造したオースターシリーズはイギリス軍やカナダ軍で観測機、連絡機として運用された。第二次世界大戦後は需要が急速に縮小し、1946年にはテイラークラフトは再度倒産した。1949年になってテイラーは 旧会社の資産を買い取り、ペンシルベニア州、コンウェイを本社とする、テイラークラフトインコーポレーテッドとして再建した。テイラークラフトは、モデル20シリーズなどの航空機の製造を再開したが需要は少なく、ほどなく工場の創業は停止してしまった。1965年になると、チャールズ・フェリスとドロシー・フェリスの夫妻が、テイラークラフトのオーナー券を購入し、 1971年頃からテーラークラフトアビエーションとしてモデル界 -19 スポーツマンの生産を再開した。その後70年代中頃にチャールズ・フェリスが死去したがドロシー・フェリスはオーナーを続け生産も1985年まで細々と続けられた。1985年にはチャールズ・ラックルが会社を買い取りペンシルベニア州 ロックヘブンに工場を移転したが、翌1986年には、会社は再度倒産し、資産は売りに出された。テイラークラフトはその後も何度かオーナーが変わっているが、現在も組織としては存続しており、事業所はテキサス州ブラウンズビルに拠点を置く。航空機の新規開発や製造は行っておらず、既存機種のパーツや図面の供給などを行っている。 テーラーマイナス -2 グラスホッパーテーラークラフトカイ -21 ありがとうございます。